皆さんこんにちは、リリーです。どこ座ってんねんって話やけど、ちょっとジャングルジムの上から失礼します。さあ今回の動画はですね、大迫力の大画面映像が楽しめる。おーおー、すごいよ。こんなことになるの。本田健介です。大変って押したんですよね。なんでなんで、誰か扇風機当てて。ほら今日もう一歩行くで、絶対。なんでこの棒読みなの。すごいすごい。リモイです、よろしくお願いします。お願いいたします。リコクソ太郎でございます。気になるな。危ないでかやってる。その場にいるみたいな感じですね。キャンプ中とかでもね。いけるいける、トラキャンプ楽しめ。すごいすごいすごい。え、嘘やろ、ね、めちゃめちゃ豪華やし、めちゃめちゃレアやし。というのもですね、じゃーん、この N リアルエアーっていう AR グラス、みんな知ってます？ちょっと開けるな。この中にこれ入ってねんけどさ、これ、ちなみにこれあれやで、案件とかそんなんちゃうで。ちょっとね、このね、N リアルエアーっていうこの AR グラスが発売される時に、YouTube でさ、特別番組が放送されたわけ、今も見れんねんけど、それによ、なんとよ、呼んでもらえたわけなんです。なんで呼んでいただけたかって、これはマジでみんなのおかげ。某のさ、出産動画がこの度なんと日本で出産というカテゴリーに関してなんですけど、日本一の再生回数になりまして、びっくり、私もびっくり。なんかみんな口コミで見てくださってるようで、ほんまに嬉しい。そのおかげでですよ、今回すごいそうそうたるメンバーの中に私も呼んでいただきまして、ありえる？ありえへん。めっちゃ緊張したもん。いや、一応関西でね、タレント活動もやってるんですよ。やっぱり緊張したわ。緊張しいなんよ。やっぱりこうやってのびのびできるのは YouTube なわけで。っていうか、喋ってる間に用意できた。見て、普通にグラサンやろ。どう？これピッてさ、タイプ C かな、ピュンってつないで、この線をタブレットとか携帯にピッて挿して、でそこで映像を見て、これをかければ大画面で見えるってやつ。すごない？内側はこんな感じや。ここほら、斜めのなんかついてんの、めっちゃ不思議やで。だって携帯で見とったらさ、まあまあまあ普通の映像やなっていうやつも、これ通してみたらマジで、なんやろ、映画館なんかおるような、ほんまにそんな感覚なる。すんごいよ。見ていただきたいなと思って、それは概要欄に貼っとくので、この後ぜひ見に行っていただきたいなと思うんですけど、そのね、特別番組でさ、本番で使ってたその映像の素材、 YouTube で使ってくれて大丈夫ですよってご連絡をいただいたので、1時間今日ある番組をですよ、ギュギュギュってまとめてみたので、ぜひ今日は最後まで見ていただけたらなと思います。エンリアルエア特別番組、あなたはどっちで何見る、どこで何見る、 MC のノンスタイル井上でございます。よろしくお願いします。はい、ジョイです、よろしくお願いします。菊ちゃみです、よろしくお願いします。いたします。ゆりもいです、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてトワマンです、よろしくお願いします。お願いいたします。本田圭佑です。違うやろ。お願いします。ね、目の前に大迫力映像が流れるってことなんで、うん、はい、あのこんな映像、例えばご覧ください。はい、おお、すごいよ。こんなことになるの。ここよ、ここあるもん、画面が。いや、でもこれ本当に遊びの幅広がりますよね。広がるよね。ねえ、楽しい。ジョイ君はこれ何見たい？スポーツ結構見るわけですよ、うん、やばそう。なんかスポーツ見た時どれぐらいのこう臨場感あるのか。おお、すごいすごいすごい。いや、これは楽しいよ。ほんまにその場におるような感覚やな、ね、それがいいっすね、うん、目の前で見てる、現地にいる感覚、すごい。なんかでもスポーツが一番臨場感あるんじゃないですか。いきまーす。やった、おお、ゴーキョーキョーキョー、これ行くで行くで行くで、おい、やった、大谷ホームラン、おいいな、すごいすごい、おー、ついにやったで、すごい。あー、センターの左や、やったな、やっぱりな。な、景色どう、景色どう。あー、素晴らしい、あー、綺麗にもう放物線描いて入っていったから、すごいホームランや、ほら今日もう一本行くで、絶対。なんでこの棒読みなの。すごいすごい。
あとね、このエンリアレアで世界中サイクリングしてる映像を見ながら、はい、フィットネスバイクを漕いだりしたら、あ、実際にこの世界を旅してる。楽しそう。すごい。すごいすごいすごい。え、もう立ち漕ぎしたい。いいね。最高。はい、ママ、ちょっと入るで。温泉行きたいって言ってたやん。うん。温泉連れてったるわ。おまかいな。うん。ちょちょちょ、これかけて。水濡れへんな。どんな温泉行きたい？景色のいいとこ行きたいな。ほんほんほん。オッケー。景色のいいところ。うん。連れてくわ、今から。そうか。行くで。行くよ。どうぞ。スタート。すごいすごい。嘘やろ。ほんま、すごいやろ。うん。コロナでどっこも行けてへんから。うん。嘘みたい。連れてったった。めっちゃ綺麗で。身がずーっと続いてて。でも、もうちょっとな、なんか、温泉気分味わってほしいなと思って、ちょっと用意したんよ。何や。もっと温泉っぽさをな、うん、増したるわ。これで十分に温泉らしいで。どう？綺麗？うん、綺麗よ。何これ、臭い。どう？もう臭いわ。なんで温泉といえば硫黄やん。硫黄やけどリアルやわ。ちゃう、これちゃう、これちゃう、もうええで。作ってんってせっかく。ええでええで。親孝行しようと思って。うん、いらいらいら。この景色が台無しなるわ。台無しなるわ。いやでも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 。いや、したいって。いやいや、やめて。コロナ、コロナ落ち着いた。行こな。連れてくわ、どっか。連れてって。楽しみやー。ほなねー。はーい。これだからゲームはもちろんやけど、うん、どうですか他こうアニメでこう楽しみ方、うん、ゆりさん。なんかそれこそアニメだったらアニメの映像で、うん、ゲームだったらゲームの映像を見ながら、うん、そこの場所に遊びに行って、うん、かけてなんか外したりかけたりしてなんか遊ぶのも楽しそうだなって思います。龍が如くの映像を見ながら歌舞伎町行ったら、うわこれがそうかってなるやん。本当にだから持ち運べるテレビって考えたら楽しみ方は自分次第やからね。どうぞ。ということで RG さん、はい、クッキーさん、黒髪のリリーさんでございます。よろしくお願いします。あまり真面目にやらないタイプの方です、はい、いやいや、それはもうあの場所に応じてやりますよ。本当ですか。俺がめちゃくちゃ真面目よ。だから生き残ってんの。黒髪のリリーさん、僕初めまして。初めましてですね。はい。本田さんは面識は関西の番組でご一緒させていただいてます。あ、はい、そうなんですね。プロフィール説明させていただきますと、はい、子育て動画を主にアップしてて、出産時に密着したリアル動画が現在1312万回。なんか偶然バズって、ちょうどコロナ禍で立ち会い出産などもできなかったので、なんかせっかくなので思い出作りにだったり、これから出産控えられてる方になんかちょっとヒントになればなと思って、三脚二つ持ち込んで、出産しに行きました。いや、出産って、はい、俺立ち会ったん実際。あ、えらい。超大変やからね、奥さんは。いや、そりゃそうですよ、うん、ちょっと見てみます。じゃあその黒髪のリリーさんの出産動画、これかけて。はい、ここに出てきますから。うわ、あ、ほんまや。お、すげえ。うわ、すげえやん。あ、出てきた。あ、はいはい、こういう感じのね。おー、すごい。いかがですか。見事ね。こういう走ってる映像とか臨場感あるね。最高ですね、うん、これはだからギター好きな方からしたらたまらんし、サイズ感もこの大画面で見るのがいいですよ ね。もう今の時代はサングラスさえあればどこでも何でも楽しめる時代に入ったってことですよ、はい、どうですか皆さん、このエンリアルエア。いや、めっちゃ欲しい。欲しいですね。欲しい、めちゃめちゃ欲しい、うん、ただこの最先端技術が詰まったということはやっぱりお高いんじゃないですか、はい、いや、そのまあめちゃくちゃ安かはないですよ。でももしテレビを買おうと思ったら、うん、やっぱ結構なお値段しますよ。高いです。だからもう何十万しますよね。を考えたらこちら約4万円弱で買えます。皆さん下手ですね。頑張ってやったけど通販こうへんわ、みんな。もっとすると思いましたね。お前前半おってお前前半おったからお前は知ってて。いびつな状態でも本当4万って考えたら安い、安い、マジで安い。相当安いんですよ、ね、1個このサイズの
うん、サングラスをカバンに入れとけば、うん、あちょっと映像見たいなと思った時にすぐに見れるという、本当使い方は自分次第で、楽しみ方も自分次第ということでございますので、ぜひ皆様手に取っていただいて、かけていただいて、大迫力の映像を楽しんでいただけたらなと思います。ということで、エンディアレイヤー特別番組、あなたはどっちで何見る、どこで何見る、ここまででございます。また次回がありましたらお会いしましょう。さよなら。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。楽しさと手軽さとお得さと全部伝わったかな、どうやろうか。これはね、なんで動画にしようと思ったかって、それがマジでいいやんって思ったから、リアルに進めたいから撮ってるだけっていうのと、でなんか自分のさ、一人時間ってほんまに子育ての曖昧の隙間時間で作っていくやんか。でそういう時に、ただ携帯見てるだけじゃなくって、これかけて今までにないような迫力で、そういう世界に夢中になれたら癒しがまあないわとか、ほんま限られた時間で作らなあかんわっていう人にはほんまにおすすめやなと思ったので、これを紹介させていただきました。こんな素敵な番組に呼んでいただいたりとか、貴重な体験をさせていただけたのって、ほんまにリリーの飴玉をいつも見てくださってる皆さんのおかげです。なのでこの楽しさとか裏側は皆さんと共有したいなと思って動画を回しちゃいました。はい、でもね、この素材は使っていいですよっていう許可もいただいてるので、存分に好きに編集させていただきました。スタッフの皆さんもありがとうございます。共演者の皆さんも優しくしてくださり、本当にありがとうございます。この声が届くかわからないですが、お礼を伝えたいなと思いました。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Excuse me, sir. Nice craft. かけようか。うわ、メンマだ。メンマ。Wow, that's incredible. No, 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 no.緑も綺麗しな、うん、うん、ぬくいな、この球場はな、大リーグええな、もうぬくいな言うてもうそこにおるみたいな気分やろ。うん、ほんま不思議よな。不思議。おー、センターバックしとバックしと、よった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 、入った入った入った、久しぶりや、バリ楽しんでるいいわ。他どんなみたい？アメリカフットボール。あー、もいいな。NBA のあのバスケットな。うんうんうん。すごいで、迫力あるしな。いいな。このあれで見たらすごいやろな。